本社に佐々木です。こんにちは。こんにちは。夏エンジョイしてますか？全然してない。してないんですか？バイクで日に焼けてるだけ。エンジョイしてるやんけ。エンジョイって言わないですよね。それだけ聞いたら結構エンジョイですよ。全然エンジョイしてない。どっか行くんですか？今何にも予定ないんですよね。サトシはどう？サトシ？うん、俺はに、俺はに、新ピートに、さっきも言ったね、マレーシア行くんですよ。へえ、そう、あれ珍しいってか、初？サトシがいない夏。サトシがいない夏。はい、というわけでね、珍しくいないんで、はい、今日はね、一人と1話で。ミササギさんがいなかったこともあったのね。あったね。今回は特性強化しましょう。はい、お、久しぶり。久しぶり、結構やったよ。そうなの？あれ、いなかったっけ、確か。そう、僕ね、最近ちょくちょくちょっとね。サボるからね、ほんと。サボってるつもりじゃないですか。すぐ合コン行くんだよ。はい、やろう。はい。はい、というわけで今回、六甲おろし。違う違う違う。何？六甲神。六甲神。はい。でもなんかブレナマで高橋さんが六王神って言ってて、結局どっちなんだろうっていうね。じゃあ六王神。でもあれでしょ、地行神とかなんでしょ。だから本当の神は高橋さんですから。確かに、はい、高橋さんが黒って言えば黒なんですよ。そう。はい、ではまずはゼレスト。ゼレスト、ゼレストね、意外とね強いんだけどね、使ったことない感じの空気出てるよね。そうですよね。でもね、あの改めて今回かあの考えたら、はい、あ、こいつええやんっていう。いや、出た時もええやんっていう感じ。そう、めっちゃ軽くあって、なんかラグラが自分自身がすごく強くて、はい、ゼレスとか強化するみたいな。はいはいはい。ただね、あの新しいものをなかなかねうまく使いこなせないミササギさんなんで古いユニットで頑張ったの。そうね、うん、火の神様と喧嘩した人ですよね。確かね。はい。で、まあゼレス本人に関しては、まあなんかスパラメが上がりの、スパジ BB もありの、はい、で防御もしもありのクリリス繰りだめ、あれだね、クリリス繰りだめスパラメが同時に上げられるよっていうね、うん、やつですね。超強い。でしかもなんかあの BB だったらデバフもできちゃうみたいな。あ、結構シレム気なんですよね、はいはいはい、カルデスと相方としても、 あっちはヒラメ BB でこっちはスパジ BB っていうね。はいはいはい、はい。結構試練に使えそうだなっていう。なんで使ってこなかったんですか？新しかったから。はいはい、うん、あとなんかトリサルバーっていうのはちょっとね、うん、なんかあとね、男って使う気になるんですよ。確かにね。カウルテス。はい、ゼレストなんですけど、はい、まあ、意外となんかね、どうしようかなって思ってたら、はい、そんなに悩まなかった。とりあえずなんかね、ワンパターンというか、六行進全般に言えるのが、はい、ポイントの高い属性級はとりあえず使わない。うんうん、大体みんな高いですから、ね、40ポイントでね。そうですね。で、二属性はちょっとっていうね。まあ、属性冬はもうね、うん、それはって感じですよね、他にいると。はい。というわけで今回は高難易度タイプとして考えたので、はい、あとは HP は 50% まで上げますと、はい、25ポイント大事ですね、うん、で、火ダメがデバフ、デバフ2ターンは、まあ、試練的には美味しい。ほう。で、まあ、スパクリも美味しい、はい、で、スパダメアップ結構まあ必須必須って感じだったんですけど、はい、なんだかんだもともと強いから、ほう、試練だったらそもそもないよりはいいじゃないですか。はいはいはい。なのでそこを残りの20ポイントで取るか、上限解放と繰りだめアップかなっていう。うーん、要はなんかサビアとかのこと考えると結構上限に行くことが多いので、試練でも、はい、だから結構だとどっちでもいいですよね。サビアコンボで組み込むんだったらクリース繰りだめも上がるし、はい、で上限解放で本人のヒット数増加ですごいダメージも与えるしっていう、はい、もしくは普通に強いスパラメアップか。へー、どっちかタイプっていう感じかなっていう。なるほど。多分個人的には、多分サビアとの絡みで上限解放かなっていう。そうなんだ。なんかここ、まあ、クリダメアップこそなんかすぐ上限に。それはフロハン限定です。あ、なるほどね。サビアコンボにクリダメアップって UBB ないから。はい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 。ただそもそもクリダメ無効っていうボスもいっぱいいっぱいいるんで。なるほど。まあでも上限解放と余った10ポイントが他にないんで。そうですね。まあ、だからまあ上限解放ルートが個人的にはっていう感じなのかな。ゼレストに13万以上 の、 上限解放のヘルギフとかスフィアとかつけようって思わないですもんね、うん、まあ、なんか試練であんまり そこを意識あんまりしないからね。確かに取れるなら取ろうかなっていうぐらいかなっていう感じの、まあ高難易度タイプ、はい、では続きましてラグラー、はい、ね、いいね、ラグラーいいっすよね。いいっすね、はい、おじいちゃん、おじいちゃん
お殺したやつ私許さないよ、絶対許さないよ。でラグラなんですけどラグラはもうなんかね、ゼレスとは違ってなんかもう自分大好きっ子なんで、はい、なんか自分のスパダメと攻撃力とクリースアップっていうね、なんかバフ的にはなんか敵の耐性下げとかよぐらいの、うん、でさらにこいつもあの BB の内訳がすごくて、なんか電池もあるし、はい、BB ディジェネもあるし BCAC 整列もあるし BC 増加量も上がるみたいなね。あすごく使えそうなのになんで使ってこないんだろう。でもラギラはなんかあのマルチとかでも使ってる方はいるっぽくて。あそうなんですね。まあ自分すごい強いしみたいな、はいはいはい、一点突破みたいな感じかな。ラギラはね意外と悩むかなと思ったんですけど、はい、なんかせっかくのねなんか自分大好き高火力マシーンなんで、はい、なんか火力バフ考えようかなと思ったら、はい、火力バフ取ったら全部ぴったしだった。おあとだってもう残ってるの属性付与と電池強化とリジェネ強化なんで。なるほど。まあそれはもうラグラは火力でいいんじゃないかなっていう。自分をひたすらと、うん、確かにいいですね。いや、うん、いい感じ。高火力型ラグラ、はい、終了はい、次リナ・セーラ。はい、リナとセーラね。違う違う、最初はあの一人一人スレイヤーズの主人公でしょ。それはリナ・インバース言っちゃったじゃないか全部言うやんリナ・セーラはねなんかすごい使えそうな感じがね、はい、メキメキと伝わってきますけど、なんかねこの確率のリレイズが BB にもあって割といい感じで、さらにねあのリターン、クリダメとスパダメ、違う、クリダメと弱点ダメージを、ね、同時に無効にできるのが結構試練的にも厚いし、はい、リジェネもあるし、うん、HP 回復もあるしって、なかなかね、本当回復的には超強い。いいですね。うん。で、まあ、リナセーラなんですけど、はい、まあまあまあ、個人的なコロシアムではないので、はい、まあ、一般的な試練とかを考えれば、まあ、能力アップと、はい、とまあ、あとね、あのリレイズ確率アップは欲しくて、で下3つに関してはカルデスがもう本当、はい、カルデスって便利なやつですよね。うーん、異常対策とバリア持ってて、で左目の効果量アップもあるけど、はい、あいつを考えるとね別にいいかなっていう。確かにいらなそうですね。そう考えるとなんかその20ポイント余るんですけど、はい、選択肢的には異常無効にするか自分を、はい、あの BB 半分以上で防御アップと上限解放かっていう。うーん、なんかまあ異常無効っぽい気もするんですけど、はい、なんか基本的には本人が異常回復とか異常無効にしない場合、はい、別になんかなっていう、あカルデスに任せればいいしっていう、はい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 、というわけで、まあ、しかもあとスフィアも結構多いんで異常無効って、はい、あとはサビアとか考えれば、はい、まあ、上限いくこともあるだろうし、うんうん、ではまあ防御も上がるしっていう、こんな感じかなっていう。なるほど、まあ、特に異常はね任せてもいいかなっていう。そうですよね、うん、まあ、ちょっと分かれそうな気もしますけど、まあ、確かに、ね、確かに汎用性というか、まあ、防御アップも結構強いんで、まあまあ硬いしって感じかな。あと上限やっぱ解放したい感、うん、確かにね結構違いますからね。ですね、うん、なるほど。はい、次アウレア、はい、うん、相変わらずなんかねバックステップ中に見えるけどね。そうですね、スッてアウレアは本当なんかねすごい見た目好きなんですけどね。この方が結構あれでしたっけ、もうやんちゃだったっけ、やんちゃな方でしたっけ、だったっけ、だだったような気が、はい、もうなんか、ね、おじさんはすぐ忘れるからねアグネアはなんかゼレスと同じようにスパラメも上がり、はい、スパラメプラス補助って感じの、うーん、でまあスパラメアップとターンごとの BB 回復と OD 増加とヒダメ HP 回復、いいじゃないですか。で BB だとまたなんか、ね、6更新本当内訳すごくて、 BB だと攻防じゃないや、防御回復アップの異常回復の転換も防御回復もあり、うん、で HP 回復もある。でアグネアなんですけど、はい、こいつもこれもね結構中途半端でというか火力特化ではないから、そうですね、まあ、試練考えたら、まあ、能力アップで、はい、半分以上で防御回復で、まあ、HP ディジネも強化して、はい、あとすごい悩ましいんですけどスパダメ軽減、うん、まあ取っとくってどうなんですかね。なんかね他に特にね絶対欲しいものがないので、まあ、スパダメアップとかも欲しいっちゃ欲しいんですけど、まあ、なんか誰か一人は相手が
大勢のことを想定した試練タイプでもいいのかなっていう。なるほど。まあ必須がないんでスパラメでね、相手が大人数の時の対策をするみたいな、はい、っていう感じの高難易度タイプ、そんな感じですかね。はいはい、おじいちゃんダロス。はい、おじいちゃん。おじいちゃんね、 HP が半端ないんですよね。すごいですね。今はもうルクロワですけど、当時はねダロスが一番すごいんじゃないかっていう、どこまでも HP 上がっていくっていう、うん、超絶タフなおじいちゃんですけど、なのに死んじゃったんですよね。確かに、はい、おじいちゃんね、今時珍しい2行 BB っていうわかりやすい。でもすごいですよね、クリティカル弱点とスパラメがね同時に3つっていう、すごいね。しかも2ターンってね、いいじゃないですか。で攻撃アップの転換のトリプルアップっていうね、もうこれいいですよね、うん、で攻撃 BB アップだから、なんかもう能力的にはすごい火力が上がる。はい、だからゼレスとか上げないやつを結構上げてるんですよね。なるほど。で HP も上げるから、で本人タフってよね。そうですね、なかなかそんな感じの。でまあおじいちゃんは、はい、まあなんかもう万能って感じなのかな。こいつも、うん、あの本当にカルテスのこと考えるとね、いろいろいらないバフが多いから、はい、異常無効いいかなって考えると、割と残りが欲しいものが取れる。考え方を楽にしてくれるんですね、カルデスはね。そうなんですよね。なんであとはもう能力アップと、まあ、スパダメアップと上限回復の HP アップを強化、はい、で最後の20ポイントだけ攻撃 BB 力アップ強化か、はい、このターンごとの BB 増加と HP 半分上の能力アップ、はい、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、全体的なバフを強化という点で、まあ、BB 力アップかなっていう。こいつも割と他に選択肢があんまりない。そうですね、本当なんか下2個を取りに行くかどうかっていう分岐を省いたらなんか答えが見える。大きいですよね、下2個が75ポイントですもん ね本当そこ考えなかった場合がでかいですね。なるほど。はい、ラストベルマ、めっちゃキラキラしてる、はい、これなんかちょっとペチさんっぽいな。あー、でもこれのコスプレは多分問題がありそうですからね。そうですね、問題がありそうです、ね、うん、だいぶ問題ありそうですからね、まあ、ベルマはなんかもう割と見た目通りというかデバフ異常枠、はい、なんかすごいデバフがある。そんな話してた、うん、なんかもう何から何まで全部デバフっていうね、はい、でちょっと回復っていうちょっと HP 吸収するっていう、はいはい、本当なんか嫌がらせ女王で、ベルマなんですけど、もうもちろんデバフ強化で、デバフ強化1本かな。そうですね、能力を上げながら、そういう特性ですもんね、はい、まあ、こいつもなんかね下が重い感じのやつが集まってて、はい、でなんか異常付与高確率なんですけど、なんか異常付与の確率高いやつがあるんですけど、はい、最近だって異常にならないんだもん。あーもうみんな異常対策してるからね、そもそもかかんねえよと、まあ、割となんかね怪我だけ入るとか、はい、うん、グラG を止めろみたいな。そうだね、本当なんか麻痺呪い絶対禁止ですからね。唯一入った記憶があるの、あのすぐ出てくるルザとか、はいはい、言うてもあるじゃないですか、はい、そういうのがたまに必要なシーンが出てくるじゃないですか。まあね、そういう時ミササギさんはベルマを使わないんだったら一体誰を使ってるんですか。デバルはかな。いや、わかんないですけどね、まあ、というわけでなんかいっそ異常なしで考えようかなって、まあ、追撃も別にいらないし、はい、でスパーク耐性低下もまあまあって、うん、まあ、とりあえずデバフは強化して、はい、でクリティカル無効って なかなかね試練では重要で、あ、結構事故る要因ってクリティカルですからね。そうですね、特にマックスとかのクリ率アップ入ってるやつは結構大事なんで。確かに。なのに意外とスフィアで無効にしにくい、うん、ので、まあ、自分でできるんだったらやろっかっていう。確かに。あとは超激レアな確率でヒラメ 20% 軽減っていう特性、はい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 、初ちゃうってぐらいのこんなん持ってんの、まあ、こんなんあったんですね。ね、だけど、まあ、結構硬いと。え、どんぐらいの確率なんですか。え、わかんない。まあでもたまにやってくれるな、ちょいちょいまれにみたいな。はいはいはい、まあ、でかいし、まあ、20ポイントだしね。確かに。あとは能力アップと、こいつちょっとね、あの上限取りに行けないんですよね。なんか、ね、銃余らないんだよね、こいつの場合。まあでも確かに別に火力
を求めるタイプじゃないんですよね、うん、そう別になんかねそのサビなこと考えて全員が上限突破する人もないかなっていう、はい、とにかくこいつがあのデバフをやらせしに行くっていう、はいはい、って考えたら、まあ、そんなに選択肢はない気もするんですよね。なんかもう本当収まって方針だけでだいぶバランスの取れたパーティーが半減いないけどね、半減があといればみたいな感じじゃないですか。そうなんですよね。だからラグラが強いて言うなら火力枠だから、あれをねカルテスとかにしてもいい感じですよね、うん、確かに、うん、というわけでなんか割とね6方針はね2個あんまり悩まないんですね。全然使えますよね。そうですね。なんかでもあとゼレストとかあ使いたいなって思ったもん、ちょっと。はいはいはい。だからいろんな種類とか欲しい場合は結構6更新のねいろんな種類あるんで、はい、使いやすいんじゃないかなっていう。なるほど、はい、いいですね。ちょっと使っていきたいと思いました。はい、では最後にコメント。はい、最近最後のコメント。はい、最強武器ローブオブサナマサマナー、ちゃんと言いましょう。最強武器のロードオブサマナーでしょ。ローブブ武器じゃないもん、まずいっぱい突っ込みどころある。いやまあもうはい、分かる。防具もね武器っていうね、うん、そうね、はい、そういう時代なんですよ。そうだね。あと実はなんか目に見えないバスケットボールがあるから。じゃあじゃあエロ本見つかったんですよ。ああ目に見えない。はい、そうなんちゃら、そうが Telling me that if you change your element the attack animation will also be different。 なんか属性変えたらモーション変わるんすか的な。イエス。嘘嘘やん。属性変えると各6英雄の応じた属性になりますけど、はい、英語でちょっとイエス。発表された時からローブなので武器じゃなくて防具だよなって感じてます。うん、みんな、まあ、それが逆にね燃えますよね。燃える。なるほど、その発想なかった。尾崎さん、いたいか。いる。僕はここにいるよ。動画いつも見てます。娘が尾崎ファンなのですが、おいつもいないと嘆いています。尾崎の声も見たいっす。おぉ。ちなみに僕はサトシファンです。あら。ミササギファンがいなかった。いや、ありがたいお話ですね。ありがとうございます。じゃあもうこのバッカボンスさんの見たい攻略を野崎がします。娘さんのために、うん、はい、娘さんが見たい攻略を、あ、もう言っていただけたらもう野崎が、はい、もうすぐ最優先でやりますから。言ったな。コメントお待ちしております、うん、ところどころで今は亡き野崎さんの相槌が聞こえた気がしてまるで帰ってきてる。なんやねん、なんやねんこの人たちは。生きてる野崎ファン濃いな。主人公の声検出かっけー。かっけーっすよね。欲しいな。頑張ろう。まあ、意外にもねあと2回ぐらいキャンペーンあれば全然行きそうな気がしてるんですけど。来月1回会えますもんね。ああ、楽しみ楽しみ。ほらバッカボンさんの娘さんが待ってますよ。待ってて。3日前に携帯壊れて今日代わりのもらってインしたら30人ぐらい付き。それいなくなりすぎでしょ3日で。どんだけアクティブなユーザーだったのみんな。すごいね。ねえ、3部最近始めたけどフレンドもそこまでやってないし序盤のクエスト難しいし全然進めない。2-0終わったら3部できませんか。これね、一回ねジョニーさんにもね、2-0試練終わったらどうしましょうって、はい、3部とかどうですかって言われたんですけど、はい、3部って本当に扱い難しくて、はい、要はなんか属性とかを育成していればユニットをご利用しじゃないですか、うんうん、で多分僕が今考えてる3部の最高効率は、はい、絆パレードの時に少年ポイント貯めて、うんうんうん、で研究所キャンペーンの時にとりあえず闇と水だけ100にする、はい、でもう闇と水のユニットで全てをクリアする。おう、それはどうなんですかって。要はもう召喚士は全然育成しない。あ、3部攻略としてそれでもしやっていくんだったらみんなは見たいですかっていう疑問ですよね。公式ツイッターでアンケート取りましょう。3部って難しいんですよね。今ってどうなんですかね。なんか3部が始まったばっかりの頃って、はいはい、ここまで来てる人だったら、うん、もうみんな分かってるでしょう、大丈夫でしょうみたいな空気あったじゃないですか。まあまあ、だから今こういう人が出てきてるのって
なんか意外にそうでもなくなってきた。多分もう3部に来るまで一切苦戦しないから、はい、そう、そういう急に3部で難しいんですよね。はい、そういう人たち、うん、だからそういう意味だとあってもいいのかもしれないですけどね。ちょっと皆さんの声をぜひ聞きたいですね、うん。まあ、なんだかんだやっぱミゼロってね、あの超楽してクリアするっていうコンテストなんで、はい、そう考えたらもうとりあえず属性を100にしようっていうことから始まるけど、それでもいいですかっていうね、下手したらそれで終わる可能性があるんだよね。多分ダイヤの戦役までは水と闇と余裕があったら光、はい、育成したら多分本気で終わると思うんですよね。へー。第4は、まあ、前回やりましたけど、はい、結構辛いんで、あれは辛い、そうですね、辛いですけど、うん、多分あそこまではその主人公一切育成しなくて召喚術オンリーでいけるはずなんで、はいはいはい、それでよければ考えますけど、ちょっとここは皆さんの意見が欲しいところですね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで今回は特性強化、はい、だんだんね追いついてはきてますけど、ニットの速度がどうなんですかね。なんか追いつこうともがいてるけど、うん、ブレフローゲームの方もどんどん最強いっちゃうぞみたいな。次がですね、あのフィレーネたちかな、はい、まあ、頑張って紹介していきましょう。はい、可愛いしね、うん、覚えてるよちゃんと。多分ね、次はね、次回からはいるはずなんで。いるよ、ん、いるよ、いるよ、俺はいるよ。はい。はい、ではご視聴ありがとうございました。はい、バイバイ。皆さんご視聴ありがとうございまし ました。チャンネル登録はまだの方は、パソコンの方はこの辺の、この辺の、あめ、この辺の丸 丸いやつお願いします。スマホの方は下の概要欄のチャンネル登録ボタンからお願いします。コメントの方もぜひぜひ待ってますので、どしどしお願いします。またね。またね。